や、熱暴走が1分で来るとは思わなくて、もう頭から言おうと思ってるんですけど、今競馬がめちゃくちゃ難しくて、よくよく考えてみたら、まあ僕が競馬始めた頃にはもうサンデー全盛期、その後はディープインパクト全盛期で、もう最強って言えるクラスの種牡馬が、しかも G1 まで全部重なっていくような感じになって、それに対して適性があるないみたいな検討をするだけで許されてた時代がずっと続いてたわけなんですよ。なので、ある意味僕も今競馬初心者ぐらい。すごい、そこは謙虚なんだね。その血統ごとの適性を細かく把握して、群雄割拠に対応しなきゃいけない時代っていう意味では、初体験ぐらいの勢いがあるんじゃないかと。今はい。ここへ来て。ここに来て。まあ、確かにね。それこそそういう意味では、それ以外のオグリキャップ時代とかあの辺を知っている人たちが、もうまあ、でもノーザンテイストが長かったですよね、リーディング種牡お前馬的は。にはノーザンテイスト。ただほら、よく言われてたのがノーザンテイストって、ある意味、社大グループを象徴するような大量生産っていう感じの安定感だけで、G1 はそんなに取ってないとか。だから、やっぱその波の大きさで言うと、ノーザンテイストの波は俺すげえでかいと思ったけど、サンデーサイレンスやディープの波から比べればまだちっちゃいウェーブだった。ビッグウェーブではなかったってことだよね。今思えば。当時の俺にはさ、あれはビッグウェーブに見えてたけど、ノーザンテイストには逆らえない的な。てか、異常なアベレージを上げていったじゃん、アベレージはそうでしたサンデーね。は。はい。なんで、はい。ああ、まあディープもだけど。だから、でも、なんかね、でもその間、もういるわけじゃん。ハーツクライ的なのとか、キングカメハメタとか、トニービンとか。あ、でも一個大きい軸があると、予想っていう観点じゃ楽だよそうな。ですね。だから、例えばもうサンデーサイレンス3区、ディープインパクト3区の本命馬がいて、それに対して例えば適正でかどうかとか、そういったところでこう立ち向かえる馬がいるかみたいな。そういう流れがあって、まあだからディープにはキングカメハメハとか、サンデーにはトニービン、ブライアーズタイムとかいましたけど、なんだかんだで、まあ、一強に近かった。そこでも比較的ダートってちょっと違ったから、ダート的な捉え方で芝もやっていけばいいんじゃまあ、発想の方向性としないの。て、そうですね、ダートだと、そこまでこう、覇権的じゃないじゃん。だから本当に距離、コース、内外。でもダートは違った要因の方が効くし、限られた10種類の種牡馬ぐらいで回してる感じがある結局から。はそうですね。なので、なかなかね、今の時代っていうの難が、しい。結構、要は、馬娘で入ってきたファンも、古参面してるやつらも、この状況に対応しなきゃいけないっていう点では、実はこう、案外フラットな形で今の競馬が始まるんじゃないかとか、案外、まあ、俺知ってるずらして固定観念にとらわれてしまう分、俺たち世代俺がたな。ち世代が負けていくんじゃないかとか。ああ、でもそうだよね。そこでいち早くシフトチェンジできればいいっちゃで、ここで、そこの面白を加速してくれそうなのが、言うて群雄割拠が始まった最初の3年とも言えるここ2、3年、京都開催なかったんですよ。ああ、確かにね。京都って、まあ昔からちょっと特殊な感じで、例えばサンデー後継でも、特定の種牡馬がこう結果出すとか、菊花賞でダンスインザダークとか、そんな感じで、まあサンデー系の中ではちょっと重めっていうか、ヨーロッパ系の繁殖牝馬と付けられてきたような後継種牡馬の方が、京都向きだったりしたような印象があるんですけど、まあダンスインザダークの菊花賞とか、あの辺、まあ、母の父、ニジンスキー、ああいう印象で、で、そういう京都っていう、こう、他の、主要な馬場って最後上り坂で終わるけれども、京都って3、4コーナーに大きな坂があって、最後その下りからのほぼフラットで、あれ若干3、20センチぐらい多分上がってるんですけど、あ、そうなんだ。
体感というかイメージ的にはフラットで。フラットで、はい。うん、まあ、イメージっていうか大体その地形による高低差とかそれによってどういう整地されているとかそういうところは、あの10センチ20センチって地方競馬でも JRA でもあの工程表に書かれないんで。あ、そうなんだ。浦和競馬場なんかほら5、60センチ高低差あるけどゼロってことになってるじゃないですか。あれ標高差みたいなのがあるけど、あれまた内と外で高さが違ったりする。はい、そういうので有利不利が砂の流れとかで出るんですけど、京都なんかは比較的そういう意味ではコース形態が他の、まあだから馬娘ブームになってからのファンが触ってきた競馬場と形が違うわけですよ全然。あれ今度でも坂作ってんじゃないの。だからこう坂作ってそのコースの形態の基本が変わってないので、うん、そうする京都の形として変わってないってことはこのこう坂こう下がって下って、うん、ゆっくり下らなきゃいけないっていう、ゆっくり下れるっていうそういうあのいやこう京都の形っていうのは、まあ、コーナーの形が若干変わって、整理はしたらしいですけど、まあ、基本変わらないわけですよ。ってなってくるとまた京都適性がどうとか阪神適性で、まあ高低差が一番大きいのが、まあ標高差で言えば確か京都の方が大きいんだけれども、上り坂、最後上り坂で終わる中では中山がそれに匹敵するぐらい急坂で、要は坂が急なコースとしての京都中山の適性リンクとか、だから菊花賞と有馬記念リンクしたり、で、まあ、小回りのっていう意味での阪神と中山のリンクも若干あったりとか、でも阪神が若干大回りになってきてたりとか、昔の武豊の桜花賞の頃とはコースが形態が違うじゃないですか。 あの時はこうもっと直線も伸びているしね、はい、最初のコーナーまでが近すぎて内枠有利が過ぎて武豊が大外からわざと出遅れたみたいな伝説があったりで浦和の桜花賞なんかもその同じくコース形態が原因で内枠有利が過ぎて、今年から距離変更になりましたから、うん、そう考えるとそういうところの一個一個のこうコース形態による適性の差みたいなところが以前以上に大事になってくるんじゃないかなっていう、うん、そうね、今んとこ僕の中で紐付けができてるのは絆は阪神競馬場強いなぐらいの雑な印象ぐらいなんですけど、この競馬場はこの種牡馬みたいな